こんにちら、サムライのことです。こちら動画ですね、第33回建設業決地級の財務分析第2問ですね、の一部解説をしております。はい、前提としてですね、第33回の建設業決地級のですね、財務分析の過去問ですね、問題を用意していただき、なおかつですね、この試験のネタ本であるですね、建設業会計解説です。 こちらですね。財務分析の本ですね。第2版になりますけど一、一番新しいやつはね、これをご用意ください。ね。で、これを持ってないとね、ちょっとあの、話聞いてもね、なかなか分かりづらいと思いますからね。まずこれをね、えー、ご用意することを前提としてくださいね。はい。では、話を進めましょう。で、まずですね、ちょっと問題の方見ていただきたいんですけどね、どうですかね。これ結構ね、苦手にされてる方多いんじゃないですかね。うん。 え前半がね、えー、PL ーを中心にしたんですね、その時分岐点分析、えー、ですし、後半はね、えー、まあ、資本回収点で,ですね。PL と BS がね、ちょっと絡んでくるんですけど、えー、こちらの問題でした、ね。で、これね、あの、本当に今言ったんですけど、苦手にされてる方多いと思います。あの、CUP に関してはね、正直、日商簿記1級より難しいですから、検査業1級の方がね、うんだもんで、ちょっとね、これは苦手にされてる方多いでしょうね。 で、あの、特にね、アラブでカ六6ね。うん、どうでしたかね。このカッコ6で詰まっちゃう方が多いんじゃないですかね。うん、ということで。ね。まあ、今日は、あの、概説を使ってね。えー、結論だけになっちゃうんですけど、ね。カッコ6のね。えー、まあ、理由っていうかね。えー、だからカッコ6はね。まあ、これ結論だけ言っちゃうと営業外損益が入るんですけどね。えー、と、こ,こかな。 記号をね、の営業外損益が出るんですけど、入るんですけどね、なんでですかっていう話をね、ちょっと外説を使って、えー、ちょっと喋っていきます。今回はね。はい。じゃあ、前置きはそのぐらいしましてね、早速喋っていきますけどね。あの、まず外説の方ですね、の、え、うん、ガイドするページを開けていただきたいんですけど、はい。実はですね、えー、外説のね、145ページですね。こちらの方にね、145ページを開けていただいてですね、はい、喋っていきます。 はいえ。実は下の方にですね、えー、10の4ですね。建設業の損益分岐点分析とありますね。ここなんですよ。これよく出ます。ね。えー、僕がメモしてる限りではですね、まあ、22回の第1問の丸二とかですね、えー、25回の第2問とかあ、27回の第5問とか、33回の第2問とかね。こんな感じでよく出ます。もっといっぱい出ますよ。本当はね。うん。第4問なんかもっとばんばん出ますからね。 ということで、ね、本当によく出ます、この問題ね。で、次のページです。146ページですね。はい。実はね、ここなんですよ。ね。146ページね。バーっと書いてあるでしょ。ね。えー、こちらが実はね、粗め形式で、ちょっと複雑になって出たのが、実は今回の問題だったんですね。うん。で、先ほども言ったようにですね、えー、カッコ6だけね、あのー、喋りますからね。 えー、かっこ6ね。えー、もうギラい喋りますからね。かっこ6はね、あのー、真ん中にちょい下に式があるじゃないですか。ね。損益分岐点比率、パーセントイコールとあるでしょ。これなんですよ。ね。そこ見てもらいますとね。分母。まあ、分子からいいか。分子はね、かん、えっ、ー、と、販売費、おべきばかん引プラス支払い息ですね。これはいいと思うんですよ。ね。これは穴埋めでと、ね、かっこで、3とかっこ4ですね。で、その下ね、分母ね。はい。完成工事、総利益ありますよね。これがかっこ7ですわ。穴埋めね。 で、カッコ6ね。これが、はい。営業エ、えー損益って書いてませんかはい。これです。これがカッコ6の穴埋めなんですよ。でね、カッコ4もあるじゃないですか。これ、支払い則ね。うん。ということで、このね、概説に書いてあるですね。損益分析的比率の式が、まあ、そのまま出たんですよ。ね。うん。で、これでね、まあ、下の方にね、いろいろ書いてありますね。文母を少し分析してみるよってあれあるじゃないですか。ね。 で、次のように変化するよっていうことで、バーっとあるでしょね。これがね、まあ、解説、つまりこの検査業形式記録ですね。試験において出てくる、まあ、構造というかね、中身なんですね。うん。で、これね、すごくわかりづらいんですよ。ね。で、僕はね、いつも熟生さんに教えてるのはね、次のページですね。147ページの上ね。こっちの式の方で僕は実は喋ってます。ね。うん。で、こっちだとね、あの、結構わかりやすくなるんです。ね。うん。 ということでね、えー、実は僕はこっちの方で結構喋るんですけど、ね、えー、でもね、あのー、左側の方でよく出てきますね。この試験ではね、うんあの。もちろん言ってることは基本的にほぼ同じなんですよ。ねあのー、147ページの上だろうがね、146ページの真ん中に調子したの式だろうが、まあ、どちらでも基本的に同じですね。あ正確にと違いますけどね、正確にと違うんですけど、考え方はね、あのはっきり言って147ページの右上の方がわかりやすいです。ね、うん なのでね、僕はちょっとこっちの方で喋るんですけどね。はい、ということでね。ね。えー、大体ね、えー、の、ポイントはね、前半戦の話のね、ポイントはおりました。ね。えー、この概説見ながらだとね、あの、穴埋めなんかもね、スムーズにいけると思います。ね。あの、意味がよくわかってなくてもね、解説がね、えー、ちゃんとね、頭に入っていればですね、えー、こちらの方がね、結構時、できるんですよ。ね。で、もう一つだけ喋るとね、あの、 一番。まあ、一番いいと思うんですよね。その気分機点が入るしね。二番、常利率。これも入るのはい、いいと思うんですけどね。ア、え、ラ、ー、の面じゃないんですけどね。大事なここなんですよ。ね。これわからね。建設業における資金調達の重要性が加味されていることを意味するってあるじゃないですか。これわかりますかね。うん。これ結構重要なんですよ。ね。これ実はね、原価計算とも絡むんです。ね。うん。だからね、非常に、本当は重要なんですよ。 ね。で、今回どうですか原価計算と分析受験された方はね、もしくは過去に原価計算合格されている方はね、ここ、思い出しますかね何とリンクするか。ね。これ事前原価ですよね。事前原価なんですよ。ね。しかも事前原価って3つあるでしょ三つあるでしょり原価とね予、予算原価と標準原価あるでしょそのうちの、どれですか回答するのは。これ予算原価ね。うん、2, 2つ目のね。 事前原価の3つあるでしょ ?3 つのうちの2つ目なんですよ。予算原価ですね。予算原価はあの内部管理用ですからね。CBP と絡みますから。予算原価はね。うん。もんでね、実はこういうところ絡むんですよ。ね。で、原価計算でね、あの、すみません。原価計算勉強してない方はちょっと今からの話はスルーしていただきていいんですけどね。内容自体はスルーしてもらっていいんでしょただね、えー、ポイントはちょっと聞いていただきたいんですけどね。で、ちょっと話申し上げますね。何が言ってるのかちょっとね。これね。 CVP 分析、つまり原価計算の、え、命、財務分析のね、CVP 分析とね、原価計算のね、事前原価計算の繋がるところなんですこれ。ですよね。うん。で、事前原価計算は競争落差する時の、えー、計算をするわけでしょね。だから CVP が大事になりますよね。まあ、見積もり原価もそうですわ。ね。で、それに対して自己原価ね。自己原価は標準原価とか絡むじゃないですか。再分析とかね。その話ですよね。うん。だもんでね。 えー、実はこれ原価計算とね、財務分析がね、リンクする論点なんですよ、ここって。ね。だから事前原価の場合ってね、支払い息も入れるでしょ事前原価だからね。事後原価の場合は支払い息入れないじゃないですか。ね。財務費用だからね。うん、原価の4つの本質から外れますからね。そういうことでね、バランだと思うんですよ、原価計算ではね。そこが実は絡んでるぞここ。ね。だから僕はね、あのー、まあ、 他の動画でも言ってますけどね。やっぱね、3科目ね。A ランクね。学んじゃう方がやっぱ効率がいいです、ものすごく。ね。1科目ずつやろうやろうっていうことは非常に多いんですけどね。うん。でもこうやってリンクするんでね。うん。そこはなかなかね、原環計算勉強しないと理解ができないんですよ。ここの下りってね。うん。だもんでね。えー、短期合格でさっき言って。ね。A ランク全部3科目やっちゃうんです。ね。で、くるくる回す。回転が大事です、回転ね。 勉強っていうのはね、回転が大事です。回転ね。うん。何回転もしてください。ね。あの、よくね、最初、一回転目の時ね、一回目の勉強の時ね、止まってしまう方多いんですよ。わかんない、遭遇するとね。そこでずっとピタッと止まってしまう。これまずいです。ね。早めに行っちゃってくださいね。とにかくどんどん行っちゃうんですよ。先に先に。ね。ボギーってね、先に行かないとわかんない思っていっぱいあるんですよ。ね。だから一箇所で止まってんじゃなくてね、進んでほしいんです。どんどんね。うん。で、 大丈夫です。また2回転、3回転って戻ればいいんですから、分かんないところはね。うん。とにかく回転数なんですよ。くる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 ね。うん。勉強つアーね。うん。で、これやんないとね、普段の本試験の時もね、分かんない問題ができたところに止まってしまう癖がついちゃうんですよ。ね。それで時間経っちゃってね。えー、あれっつってね。時間経んだよってなる方、大体はそうですからね。うん。一回しか所で止まっちゃうのね。うん。飛ばし合いのに。ね。うん。なもんでね、普段の勉強の時からね、 もう、とにかく進む、進む、進むってね、わかんないように飛ばすんですよ。ね。で、後でこれ研究すればいいんですから、わかんないところはね。そういうやり方はね、普段からやってほしいんです。ね。そうしないとね、本試験の時にもう同じように止まってしまうんですよ。ね。だから普段ね、やってた勉強法がね、そのまま本試験の,勉あの、本試験の点数の取り方になっちゃうんですよ。癖になってるからね。うん。だ、うん、もんでね。 えー、例えばバスケットボールでね、遠いところからシュートを入れるのままは、スリーポイントシュートって言いますけどね。普段ね、スリーポイントシュートの練習してないくせにね、本番の時にね、よし今日はスリーポイントバンバン決めようとって、無理でしょだって普段練習してねえんだから。ね。だから普段練習したことでしか本番って実力発揮できませんからね。うん。だから、普段と同じような、ね、方法で本番もやってしまうんですよ。ね。だもんでね、あくまでね、何回でもするんです。受験勉強の場合は。 とにかく回転数です。ね。10回も20回もやってください。回転です。ね。で、わかんないところはね、じっくりと後で回転した後にね、ある程度 A ランクが頭に入った上で B ランク、C ランクやるんですよ。ね。その勉強法でやってくださいね。はい。すいません。話を戻します。ね。で、そうするとね、この解説のね、146ページにね、まあ書いてあることをですね、えー、ちゃんと理解、あの、理解すかちゃんと覚えておけばですね、えー、実はこの問題の粗目ができた、あちはできたんです。ね。 ただね、この中身に関してね、これ結構難しいんですよ。ね。なのでね、あのー、僕のね、えー、まあ、この動画のすぐ下にリンク貼っておきますけどね、あのー、僕ね、CVP 特訓講座ってやってるんですよ。単価講座でね、まあ、1万円前後ぐらいですかね、の講座で、あの、CVP だけ特訓するっていうね、約3時間の講座でやってるんですけど、その講座をね、ご受講された後にね、えー、改めてもう一回この問題解くと、ものすごくわかよくわかります。 ね。うん。なのでね、あの、興味ある方はね、え僕のね、えー、このすぐしさんにリンク貼っておきますから、ね。CBP 特訓講座ね。えっ、ー、と、デモンストレーションの46分ぐらいの無料公開ありますからね。それをまず見ていただいてね。で、その後に3時間たっぷり喋ってるやつがあるんですけどね。なので、それ見た後でね、えー、聞いた方が、さらに聞いた方が、これはわかるようになります。ね。ちなみに僕の熟成さんね、 えー、まあ、塾生さんを見てる人もいると思いますからね、言っときますけど、塾生さんではね、あの、完全ワンツーマンのね、回答解説会でこうたっぷり喋りますから。ね。レジュメも2枚作ってます、僕。2枚ね。うん。今だってね、ここだけでも結構1時間もね、2時間半くらい喋りますからね。たっぷり理屈喋りますんでね。塾生さんはね、その時に完全ワンツーマンのね、えー、回答解説会の時にやってください。ね。 で、他方ね、塾生さんじゃない方でね、えー、その僕のね、ワンツーマンのズーム、あの、ズームでワンツーマンのね、指導やってる学校多分ないと思います。侍塾ぐらいしかないと思いますね。うん。あの、体験留が出ていいと思いますからね、その場合はね。うん。まあ、それもね、僕のすぐ、この動画のすぐ下に、僕ホームページのね、えー、体験、あの、ホームページのね、リンク先貼っておきますからね、ね、えー、行っていただいてですね、アクセスしていただいてですね、完全ワンツーマンのね、ズーム指導ね。えー、あなたに合わせた方法で喋れますから。 ね。ワンツーマンですからね。うん。一体差数じゃありませんよ。ね。たらあなただけのね、えー、講座になりますから。ね。それで、え CVB、ー、CV ちょっと特訓したいな、分かるようになりたいな、と思う、あなたはね、ぜひそちらの方でね、お問い合わせを申し込みしてください。はい。じゃあ話戻しますね。で、そうするとね、えー、あと後半はね、えー、資本回収点なんですけどね、これは147ページです。ね。ここにね、えー、書いてありますね。で、ちょっとざっと見るとね、実はですね、 149ページ見てもらっていいですか、ね、?149 ページにね、説明10の4ってあるじゃないですか。ね。えー <coughs>、このね、回答でいいです。ね。回答見てもらうとね、変動的に賞が7600になってるでしょね。で、賞、えー、回収点の完成工事だかっていうのはね、6545になってるじゃないですか。これどっかで見た数じゃないですか、これ。ね。はい、どうでしょう。ね。実はこの問題の、ね、後半のね、 数字でと全く一緒なんです、これ、実は。ね。観光が1万2000でね。これ、まあ、カッ9が総資本になりますけどね。1万でしょ。ね。で、12がこれ固定称になりますけどね。えー、2400なんです、これ。ね。うん。で、括弧10がね、あの、資本回収点ですけどね。これが括弧コ13でね、6450ということでね。実はこのね、数字でもこの問題を使ってるんですよ。ね。うん。よろしいですかねえ。ちなみに括弧のね、 えっと、11の方が変動的視聴ってやつね。うん。ってことになります、アナブやね。はい。ということで、実はね、この概説のね、149ページのですね、説明を解いて、10の4をね、解いていればですね、うん。あ、あの問題とそっくりだなって気づけたっていう実は問題だったんです、これ。ね。うん。ということでね、えー、こちらの方はですね、うん。あの、こちらの問題解いておけばね、あの、気づけたっていうタイプだったんですね。 はい。ということで、ねえー、これもね、今、ちらっとお話をしてましたけどね。あの、どうでしょうかね。148ページに、まあ、図表6、10の6ってあるじゃないですか。まあ、これで理解してもいいんですけど、ね。実は僕、これ全く使いません。この図ね。あの、これね、グラフがね、ある程度ね、こう慣れてるというか、ね、グラフ、ね。えー、これがね、結構、わかりやすいっていうタイプの人じゃないとね、これなかなか難しいんですよ、理解するのは。ね。 うん。たぶんね、僕はね、正直この方法取ってないんです。教え方としてね。うん。で、これもさっき言いましたけどね、僕の CVP 特訓講座ね。うん。で、実はこれたっぷり喋ってるんですよ。この解き方ね。うん。あの、どうでしょうね、僕しかね、多分使ってないと思います。ね。あの、僕のやり方っていうのはね。あるんですよ。どんな CVP の問題もね、統計で下書きっていうのがありましてね。うん。まあ、これさっき言ったね。あの、 このすぐ下に貼る、貼ってある46分ぐらいの動画で喋ってますからね。まあ、興味ある方、またそれ見ていただければいいんですけど、そのボックスをマスターすればね、実はね、どんな問題も解けるんですわ。うん。この資本回収でも解けるんです、実は。ちょっと応用するとね。うん。ということで、えー、ね、ぜひ、僕のね、あの、CVP 苦手な方ね、まあ、資本回収でも含めて苦手な方はですね、 ええー、まあちょっと宣伝っぽくなっちゃうと申し訳ないですけどね。うん。あの、やっぱりその3時間のやつじっくりと見てほしいですね。うん。まあ1万前後で言ってますから。ね。販売してますからね。ぜひそっちの方ね。えー、勉強していただいて買って勉強していただいてですね。c p p は何が出る人ても得るという状態になってほしいです。ね。はい。ということでね。えー、こちらの方ですね。えー、お話をね、させていただきました。ね。うん。 でね、本当に、ちょっと一部解説ってことなんでね、あのー、こ,こ概説のここに書いてありますよ、つってね、いう説明でちょっと終わってしまってね、申し訳ないんですけどね、えー、さっき言ったね、僕の CVP のね、解き方、ね、下書き、ね、これがね、 えー、マスターできた上での話になるとね、理解しやすい説明ができるんですけどね、ちょっとね、その前提の僕のやり方がね、わかんない状態で聞いても多分、人文官分逆になってしまうんでね、えー、ちょっとね、今回は解説はね、ここでストップというふうにさせていただきますね。で、何回も言って申し訳ないですけど、今日もやる方はね、あの、すぐ下にリンク貼っておきますからね、あの、僕の CVP のボックスのあるんですよ、作り方ね。ボックスの作り方自体はもう公表してますからね、うん。 で、ボックスの付き方だけ見てね、あの、マスターして、ね、えー、無料動画でね、マスターして、あとはご自分でね、独学で僕のね、下書きを活用されてる方も何人かいら、い,あのいらっしゃる感じですかね。うん。あのー、ね、僕の塾さんじゃないのにね、あの、俺のメッセージいっぱい来ますからね。いやー、あの CVP の下書きすごいです、ですね。<laughs> うこんなの無料でね、なんか公開してもらってありがとうございますって結構いっぱい来るんですよ。 僕にメッセージね。うん。うん。うん。ということで。だから、すごくね、あのー、わかりやすいってことね。まあ、熟成さんももちろん言ってくれますしね。あの、熟成さんじゃない方もね。あのー、ね、僕の講座受けゃない方もね。あの、あの下書きだけはなんか使ってるんですってね。うん。で、勉強強者の方なんでしょうね。うん。勉強弱者じゃなくてね。だから勉強強者の方だったらね、僕のすぐ下の46分ぐらいの動画を見るだけで、自分で多分いろいろ考えてね、できるんでしょうね。うん。なので、その方いいと思うんですよ。 あの、僕のやつ買わなくてもね、全然勉強強者の方ね。うん。勉強弱者の方ね。うん。なかなかちょっと自分じゃできないっていう方ね、は、やっぱり僕の講座をね、受けて、しっかりマスターしてね。できればね、あの、完全ワンツーマンで、ね、ズームしようやってますからね。えー、体系理学,学でもいいですからね。それで受けてみてね、えー、ま、CBP マスターして、改めてこの問題解くとね、すごくわかると思います。ね。うん、うこというでね、えー、ぜひね、CBP 特訓講座だけでもいいですからね。 完全ワンツーバーでね、しっかりと、えー、マスターしていただき。で、えー、合格を勝ち取っていただいてね、検査機を消し、キュね、の点数がンと上がりますからね、取ったらね、ぜひそれで活用していただきたいなと思います。はい。で、今回はね、以上させていただきます。はい。では、あてます。